れてる。しかも結構怒ってますよ。ほら、向こうの2つのツリー、木がないのにちゃんとツリーってわかる。綺麗だな。うん、ちょっと寒いけど来てよかった。このなんていうか、すごく素敵なクリスマスだね。どっか入ろっか。ちょっと冷え込んできたし、リーダーに風とか引かせるわけにいかないから。なんだか今日は特別楽しいな。夢みたい。いつも歩いてる場所なのに不思議な気分。あ、そうだ、これ作ってみたんだ、あなたへのプレゼント。ごめんね、本当はクリスマスらしくケーキとかだとよかったんだけど、でも私まだそこまでの腕前なくて、それに悪くなっちゃってもいけないし。あ、でも味の方はちゃんとしてると思うから。してくれてたの？ありがとう。私大事にするね。こんな状況でも私のプレゼントのこと忘れないでいてくれて嬉しいよ。その大晦日まであとちょっとだよね。前の私ならきっとせめて今日だけは忘れたいって。でもね、今は違うの。こういう時間を大切にしたいから、未来をなくしちゃダメだって思える。あなたと会えたこと私にとってはすごく幸運だったと思う。今日はありがとう。あなたとクリスマスをしたいって思ってる子絶対他にもいたと思うから。なのに私と一緒にいてくれて本当すごく嬉しい。そろそろ帰らないと。あ、今日は出撃ないんでした。みんな揃わないだろうからって霧城先輩が。頼れて気が利いて優しくて。あ、カップヌックは？ごめんなさい、変なこと聞いて。やっぱりああいう人を好きかなって思っちゃって、自信がないっていうか。嬉しいのかも、あなたといられること。だから怖くなっちゃう。今日みたいな日は特にね。いつもありがとう。あなたのことすごく頼りにしてるし。ううん、戦力とかってことだけじゃなくて、一人の男の人として。こんなところでごめんね。この後どうしようか。まだ